ご飯だよ、ちゅーちゃん、ご飯だよ。ちゅーちゃん、ハルちゃん、ご飯だよ。ちゅーちゃん、ポンさんがなんか長くなって寝てるけど、いいの。でかいね、ポンさん。さあ、ちっちゃいちゅーちゃんと、トノくん食べようね。はい、おわんだよ、おわんだよ。なんでミニポンが来たの？ミニポンじゃないよ、ミニポンご飯後で来るよ。はいはい、ちゅーちゃんご飯だよ。ミニポン取られちゃうよ、ミニポン取られちゃう。いいよ、ちゅーちゃん。置いとけよ。食べなさいよ。ミニポンちゃんが自分のご飯欲しいって。ちゅーちゃん1個持ってきたの？1個持ってきたの。それ僕んだぞ、それ僕んだぞ、返せよ。取ってきたの。チュータンのがすばしっこいね。トノくんが食べ始めました。チュータンいつの間にか3個ぐらい持ってきてんのか、あ違う、噛んでちっちゃくしたのか。チュータンはここに持ってきて食べる派です。はい、どっちを食べようか迷っています。どっちもチュータンのもんだと思っています。また持ってきました。とりあえずこっち持ってきて食べる。遠野くんは最終的にはいっぱい食べるんですけど、チュータンが食べてる間は食べさせてもらえない模様です。ご飯の権利はチュータンにある模様です。だいぶ年下のくせにパーソナリティが強いチュータンです。遠野くんよりだいぶ年下なのに、完全に遠野くんを制圧しております。おっと、ここでミニポンさんが早く飯をよこせと来てます。チュータン食べます。チュータン食べます。ここのところチュータンが食べる動画が多いです。ミニポンが僕を舐めております。また持ってきて食べております。トノ君はチュータンが食べ終わるまで食べれないのでしょうか。さあ、この次は猫ちゃんたちにもご飯をあげないといけません。はーい。チュータンがここでは食べません。チュータンはここでは食べずにやっぱり持っていきます。そしてカリ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 美味しそうに食べます。トノ君にはお前はまだだと言っております。お前は僕が食べ終わってからだぞ。全部僕のだぞ。残り物がお前のだ。みたいな感じです、中端。中端、中端王朝、中端が王様の感じです。食べたいトノ君を牽制しております。まだダメだぞって牽制しております。ふうふう言いながら食べております。ふうふうって言いながら食べております。なんでふうふう言うんでしょうか。トノ君には食べるなと言っております。その君身動きが取れません。その間もパパにまつわりつくミニポンです。うんって言っております、チュータン。うんって言いながら食べております。かわいいです。まずチュータンを食べ終わるまで、トノ君食べれないので、トノ君が食べるシーンは今回割愛となりそうです。さあ、猫のご飯を用意しに行きます。ちゃんがまた独占しております。ついにトノ君は猫の餌に手を出します。ここなら中端に怒られないのか。お前何食べてんだ、中端が怒っております。ミニポンは部屋に入りました。ご飯食べないのでしょうか。本当はご飯食べないの。ご飯、ご飯食べなさい。今度はクロンが入るのかな。クロンちゃんが入るか。クロン食べ終わったクロンが中に入るのか。ドアが閉まってるから入らないのか。